い、どうも、さすらい坊主です。今日は何してたんですか？はい、こんにちは、さすらい坊主でございます。今回なんですけども、ブリスベンで出会ったね、りょうちゃん、今回は彼女に聞いちゃいたいと思います。聞いちゃいたいと思います。はい、はい、ということでですね、りょうちゃん来ていただきました。ありがとうございます。久しぶりです。メルボルンにどんぐらい住んでました？去年の8月、9月。ちなみにりょうちゃんはもう学生ビザで1年間いるので、もうオーストラリア生活。こう失敗談だとか困ったこと、もしくはやっちゃったことなんて結構ありますか？私がブリスベンの住んでた時に、私の友達が結構クラブ好きな子が多くて、ね、行くんですよ。でまあ、最初の方はみんなと一緒に行動してるから普通に楽しいんですけど、みんなお酒入ってきたりするとみんなバラバラになっちゃったりして、で私が確か一人になった時に、黒人のなんかすごい背の高いお子様、お兄さんに声をかけられて、踊ろうっつって捕まれて、でなんかしばらくなんか踊ってたんですけど、途中からなんか服の中に手入れられて、胸とかそう下とか入れられて、やべってなって、めっちゃキスしようとしてくるから、もうそれだけは回避しよう。本当に怖くて、友達のとこ逃げて、もうそこクラブから出て、もうそこから私はクラブ行けなくなっちゃいました。僕サッカーしてるじゃないですか、うん、それでサッカーの帰りに自転車で家まで帰ってたんですけど、黒、うん、人の全員薬やってるようなハイなやつら4人ぐらいが来て、その時英語わかんなかったんで、うん、揉まれたってこと？チャリ乗ってる時に、いやチャリ普通に押してて、その時で暗い道で、そうっす、来て囲まれて、でマニーマニーみたいな感じで、なんかマニーみたいな人で、金言ってんのかなみたいな思って、でこうなって普通に逃げた。逃げました。チャリだったんで。あ、チャリだからよかったっすよ。何時ぐらい行ってみたいな。え、でも言うて10時ぐらいっすよ。あ、でも電車の中とかでなんか絡まれたこと。だからサンシャインってそういうの多い。夜？それも。昼っすね。昼に行くの？サンシャイン。昼？電車で？電車です。何に絡まれやすい体質なのあなた。でも、ガキっぽい顔してた。まあ確かに。若い。で、こんな、なんかブランドもんとか持ってたら、あ、黒人っすね。みんな。はい。で、スーザン人とか。わかんないです。ここら辺にいる人たちってスーザン人なの？スーザン人なの？スーザン人なの？スーザンって何？母さん。なんか普通にこの辺がスーザン。あと他にありますか？あと。あと。あと他にメルボルンに引っ越してから泊まっていたシェアハウス、すっごい小さな部屋に、まあ、6人詰め込まれてて、男女を一緒に住んでたんですよ。ジャパレスで働いてて、夜遅くに帰ってきて もう夜中の1時とか2時とか、うんうん、週末は平気でみんなパーティーして、うん、たくさんみんな友達呼んできて、すっごい狭いリビングの中でみんな踊り出して、で私はもう次の日朝早いし、うん、寝たいし、もうストレスがすっごい溜まっちゃって、ね、でちょいちょい物も盗まれてるんですよ。あ、そうなんだ。私が大好きな蜂蜜があるんですけど、蜂蜜が盗まれちゃったの？もう蜂蜜なくなったり、開けてなかったはずの牛乳が開いてたりとか、ずーずーしさ150、そう、もう油とか今日ちょうだいよって一言言ってくれれば全然いいんですよ。友達にもらったチャリを、うん、盗まれて。なんで取られたの？鍵は？鍵かけてました。でも切られてて、買ったやつ。はい。2回とも同じ方法で？同じ方法です。2回目は3つつけてたんですけど、鍵3つとも切られてて、ビッグダブルの中では一番高いやつ買って、今は僕他の人にもらったチャリがあるんで、これ3台目です。最近はもう駅に止めたりシーンに読みしてるんで、もう駅前が行けないんだ。そうです。サンシャインのもう1個奥の駅で2回とも行かれました。2台目買って、うん、4日目とかで取られました。めっちゃ重要だったんですけど、警察にも言ったんですけど、もう相手にされずに監視カメラがないから無理って言われて、バック
パッカーにも泊まってたんですよ。やっぱお金もないから16人部屋とか2段ベッドの1個を借りて泊まってたんですけど、はいはい、男の人も一緒に泊まりしてるみたいな感じで、うんうんうん、臭い人わかるとかがわかるずっと泊まってるんですよ。いや俺もあのメルボルンで初めてバッパー使ったんですけど、パーティーピーポーが多かったり、夜臭いんですよね。お酒臭かったりとか、ある人はね女の子連れてきちゃったり、ベッドキシキシしてたり ね。ケアンズとかアリススプリングスは全然そういうのなかったですね。値段は一緒ぐらいだけど、綺麗だし清潔だし、全然パーティーピーポーっていうのは感じはなかったですね。おはようございます。はじめまして。はじめまして。彼氏さんが今11ヶ月、彼女さんが今2日間ぐらいですね。事件的なものをね、今探してるんですけど、1ヶ月も経たないぐらい話したんですけど、たまたまちょっと道を歩いてるときに、マイキーカードって、あ、日本で言ったら定期券みたいな、スイカみたいな、そういった形の券を拾ったんですよ。はい、使えるんだろうと思って、それを使ってみたんですよ。使ってみた、うん、電車乗りましたと。する途中にですね、インスペクター。インスペクター、あの抜き打ちの捜査官みたいなのね、いるんですよね。そうがちょっと突然来まして、皆さん、券をちょっと確認させてくださいということでちょっとお渡ししたんですよ。ちょっと悪くて、ね、悪くて、はい、たまたまそれが学生用で、まあ、実際僕は学校行ってたんで、一応学生なんですよ。確かに、まあ、おそらく罰金が来るだろう。1回でも見つかっちゃったってことは悪気はなかったね。悪気なくて使う。そうなんです。俺のマイキー持ってたんですね。でも持ってたんです。俺のマイキー持ってたのに持ってたけど、落ちてるマイキーが使えたの。落ちてるものはやっぱ警察に届けなあかんです。そう。カノンさんどうですか。税関に入ってチェック。はい、まあ、税関のね、うん、めっちゃ近くだって、うん、で結局何もなく。ありがとうございました。じゃあまた。バイバーイ。バイバーイ。